チャチャ丸がいるのはミスズの家です。そしてそのすぐ近くでは洗濯物が干してあります。普段は着ていませんが花柄は部屋着でしょうか。そしてピエンの瞳がそれを捉えました。近づいていきます。よりによって靴下を選んでフンフンがクンクンしていきました。間違いありません。これはレノアハピネスフンフンです。抗菌ビーズ入りフレッシュフローラルの香りです。同じものを使っていると確信して帰っていきました。店長が蜂に狙われています。そしてすでに1回刺されているという状況です。このままユケケケライダーしてしまうのか。全てはお客さんの笑顔のため、伊東洋華堂で一生懸命働いてきました。問題児だったミスズも立派に成長してくれました。やり残したことはありません。素晴らしい人生でした。来世に期待、現世で徳も積みました。生まれ変わったら美男美女、さらには金持ちという確定ガチャ。心配そうなクリスチーヌ、ただ最後は笑顔で終わりたい。刺されてしまいました。逃げることを諦めた店長。頭にピンクの光物浮かれポンチ、突然のクレーム激おこです。店員のタヌキが話しかけてきました。どうやら閉店の時間のようです。またご来店くださいとセールストーク、店から締め出していきました。慈悲も容赦もありません。クレーマーに対して大人の対応をしていきました。不人気トタケケライブ、今日はかなり人が入っています。画家のゴッホは死後に脚光を浴びたという話もありますが、そんな感じでしょうか。一周回って人気が出ている。ただ一点気になるのは、トタケケではない誰かの声が別に聞こえているというところ。案内所の裏側回っていきました。ミスズです。カボチャに囲まれながらハロウィン気分でケケ音頭を歌っています。頭がおかしくなりそうです。あえてライブに重ねていく挑発行為、高まる承認欲求が抑えられませんでした。目が合った瞬間、挨拶代わりの発砲、銃の引き金を引いた文次郎です。放たれたのは鉛玉ではありません、どんぐりです。かわした、チャチャマトリックス。素晴らしい身のこなし。肉眼でしっかり軌道を捉えながらマトンを傾けて銃弾を回避していきました。これが筋トレの成果、キアヌリーブスプンプンです。これは大草原草深火、ケケアイドル逆再生バージョンです。息を吸いながら口笛を吹いています。頭がおかしくなりそうです。そしてムーンウォークのアデレード、完全に気分はマイケルジャクソンコンサートに乱入してきました。これがスーパースターでしょうか。そして同じようにムーンウォークでフェードアウトしていきます。そして住民はノーリアクション、この状況にも慣れています。アデレードが気になるボーカルビアンカ、またしてもムーンウォークで帰ってきました。しかしブレたら負け、最後まで歌い切りました。少しカードを使いすぎたか。しかしやはり身に覚えがありません。なぜか貯金残高が消えています。黒兵衛も同じように悩んでいます。そしてカービィの口の中、謎の光を放っています。これは怪しい。スコップを手に持ってここは掘っていきました。出てきました、なくしたセンベルです。害悪掃除機、一番吸い込んではいけないものを吸い込んでいました。これにはたまらず激おこ、黒兵衛一安心です。この番組は全焼基地、海底神殿、名前の割にたまに全然沈んでいないことがある沈没船、絶対行けるはずなのに火を通せない人参、いつも測ったようなタイミングになって我々をビビらせてくる空洞音、どう頑張ってみても魚っぽさが見つけられないシルバーフィッシュ、そんなに身動き取れなくなるかってくらい動きを鈍らせてくるクモロスの提供でお送りしました。